こんにちは。今回は、令代ミスタータイガース、影浦勝勝を紹介します。1915年愛媛県生まれ、右投げ右打ち。水島新司の漫画アブさんに登場する影浦康武のモデルとなった一人。1932年、松山商業で春の甲子園で全国優勝、夏に準優勝を果たす。1936年、立教大学を中退して大阪タイガースへ入団。最優秀防御率と首位打者を両方とも獲得した、日本プロ野球界、唯一の選手である、二刀流はここにもいた。共に戦争で命を落とした沢村栄治とライバル関係にあり、東の沢村、西の影浦、職業野球は沢村が投げ、影浦が打って始まったと言われている。当時、遠投大会では144メートルという歴代トップの大遠投を見せて優勝したとの記録が残っている。1945年にフィリピンで戦死、1965年野球殿堂入り。通算成績実動では、やはり投打での首位打者、最優秀防御率が光る、実動5年は本当に寂しい。影浦は、記録というより、記憶に残る名選手であり、ミスタータイガースであった。